はい、こんにちは、レトスノンです。今回なんですけども、定期贈与契約民法552条について解説いたします。もうこれは非常に簡単な内容なんで、まあ、さらっとですね、動画見ていただければと思います。まず定期贈与ってどういった贈与なのかというと、一定期間一定の財産を贈与すること、まあ、これが定期贈与なんですね。で、ちょっと分かりづらいので具体例を出すとすごく分かりやすいです。例えば4年間毎月5万円を贈与する、こういった契約、まあ、これが定期贈与なんですね。例えば親が、大学生の息子に対して毎月5万円を、まあ、大学にいる4年間、贈与するよと約束した場合、まあ、その贈与っていうのは定期贈与なんですね。一定期間、定められた期間、一定期間4年間ですね、毎月一定の財産を贈与していくよ、毎月5万円を贈与していくよっていうのが定期贈与です。で、これについてはルールがあって、贈与者または受贈者が死亡した時、効力がなくなりますよ。あげる側が死亡した場合、定期贈与契約はもう効力なくなります。またもらう側が死亡した場合も同じく定期贈与契約の効力はなくなっちゃいますよっていうルールになってるんですね。これ言い換えると相続されないっていう話なんですよ。ちょっと今の息子が大学に入って息子に対して仕送りをするっていう事例だとちょっと分かりづらいんですけども、例えば私があなたに対して4年間毎月5万円を贈与するよっていう契約を締結したとします。で、贈与者である私が死亡してしまったといった場合、私の相続人があなたに対して贈与を行っていく義務、これはないですよっていう話なんですね。この贈与契約の効力は失うわけですよね。贈与者である私が死亡したのであれば、この効力を失うわけだから、私の相続人はあなたに対してこの5万円を贈与するっていう義務は負いませんよっていう話です。また逆に受贈者であるあなたが死亡した場合も同様に、あなたの相続人っていうのは贈与を受ける権利はなくなっちゃいますよっていう話ですね。この定期贈与契約の効力がなくなるということは、贈与を受ける権利もなくなるわけだから、相続人はこれ相続しませんよと、まあ、いう話です。まあ、ここまで理解できていればもう十分です。内容的にはそれほど難しくないので、まあ、少し復習していただければ頭に入るんじゃないのかなと思います。そして弊社は個別指導を行っております。まあ、今回の内容は簡単なんですけども、できるだけ分かりづらい内容でも具体で入れながら解説させていただいておりますので、勉強していてちょっと理解できないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。市販の教材とかだとなかなか理解するのって難しいんですね。具体例だったり考え方とか載っていないので、なかなか理解しづらいので、勉強しても合格するの難しいです。まあ、もちろん勉強の仕方を知っている方は合格できますけども、そうじゃない方っていうのはなかなか合格するの難しいんですね。まあ、結局のところ言うと、理解をしないと合格できないんですよ。なので理解をしながら勉強していくっていうのが合格の秘訣なんで、もし自分自身で理解学習できないっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。